半間岩先生です。YouTube でね、言いたくはなかったんだけど、なんか知らないけれども、黙って言おうと思ったんですけども、疲れたというかね、でしょうがないんで、 YouTube でね、原始人の真似してね、お金目当てにね、アクセス稼いでる人が多くなりすぎたですね。で、自然のものじゃないんでね、金儲けでね、その野蛮なね、ジャングルとかいて生活するとかね、食事を作るとかね、いろんな野生のものとかですね、であと野生生活とかですね、あまりにも金儲け、広告の儲けのために作る人が多くなりすぎたですね。前は広告料取んないんで自然で出てた人は大変面白かったんだけどね、情報としてね、お金が稼げないけれどもね、本当に、自然界のね、様子とかね、生活とかね、自分たちのね、放送してくれたっていうのは非常に良かったんで、価値あったんだけど、今作り事なんですよね。で、本当にそういう生活してないんで、お金儲けのためにね、アクセスでね、やってるんで、全然面白くないですね。見てるとこれすぐ分かるんですね。いつもやってる生活じゃないんですよね。お金儲け、ね、のためにこう、どん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 お金が入るから、今度、ね、ジャングルの野生の動物買ってきてね、自分で取ってきたもんじゃなくて、そういうので料理作ったりとかね、いろんなね、ところから高価なものを買ってね、ね、動物買って、それを肉料理にしたりとかね、生活したりとかね、もうひどいですね。見てて全然面白くない。作り事のね、ジャングル生活とか、ね、自然の自分たちでやってるものを出してほしいですね。もう商売ですからね、全然アクセスのために動くだけでしょ。もう全然面白くない。で、まあこんなこと言いたくないんですけどね、静かにしようと思ったんだけど、宇宙生物がね、利口な生物がね、嫌だって言ってくるんですよ。人間たちは全然平気なんだろうけども、宇宙もね、テレパシー聞いてるんで、アクセスが多いとね、よく飛ぶんですよ、人間の脳から。だから宇宙生物がもうそういうの嫌だっていうふうに言ってきて、私が脅されて言わされました。ということでね、本当に頭の中に留めておくことなんですけども、宇宙生物ってうるさいんですよね。人間よりか力強いんで、ね、生物って宇宙全体で生きてるんですよ。人間だけで生きてるんじゃないですよ。人間の100億人以上いるわけですよね。宇宙生物というのは。そういうのは一緒になってるんですね。そういうことをよく知ってください。どうもありがとうございます。